はい、皆さんこんばんは、ジャーナリストの篠原丈一郎です。音消えてんだろうね、これ。はい、ほら、消えてなかった。今日はですね、ゆるトークでやりますけどね、皆さん、ご覧になっていただいた方、多くの方、お分かりだと思うんですけどね、取材旅行からですね、昨日の夜帰ってきたんですよね。で、もう今回、材料がものすごくいっぱい詰まってまして、まだ全部読み込んでもないっていう問題もありますけどね、得られたですね、手がかりを後にですね、いろんなことを調べたら、またいろいろな不都合なことがね、出てきてるんですよ。であとその他にもね、これはまあ他のね、YouTuber の方もいろいろ頑張ってですね、アジアで一見のケイちゃんとかキキパトさんとかね、ニューヨーク州のね、第一地区だと思うんですよね、あれね、控訴審のいわゆる、弁護士登録のね審査をやってたところの区域でですね、宣誓式が行われて、私もですね、ちょっと短い版を作ってですね、KK 息子は他のですね、人と一緒に宣誓している動画をですね、上げさせていただいたんですね、ツイッターでね。宣誓式をやっていたと。で、まあ、登録もされて、ロエンシュタイン・サンドラ法律事務所のホームページもですね、ちゃんと弁護士ですね、弁護士の肩書きに変わってるというような状況で、まあ、驚くべきことだってみんな怒ってらっしゃいますよね。なんていうか、これもだから、そうなるんじゃないかなということは予測していたんですが、ただ、手をこまねいてね、そういうことを過ごしていくっていうのは、絶対これ、歴史に刻まれてることですからね、やっぱりどういう点が、もう弁護士にふさわしくない、もうそもそもだってフォーダム大だってインチキで入ってるわけです。その前のね、日本ではですね、法律関係の学校出てないわけですよね。でしかもどうもいろいろな経歴詐称に当たるようなことを学校が放置していると、まあ、信じられないようなね忖度が行われてきたというのは皆さんご存知の通りです。まあどうせね、これから起こりうることはそれ見ろ、受かったじゃねえかと、篠原とかその他のめっちゃデタラメ言ってるって、こういうのは来ますから。まあでもこれ全部ね、意見書にもまとめてありますしね、事実資料をちゃんと蓄積してありますからね、そういうことで私がですね、なんかで訴えられたって全然へっちゃらですし、皆さんのところでも確信しておいていただくのが大事だと思うんですね。で私はね、前も結婚がですね強行されてもこれでですね問題終わりませんよと言っていましたが、今回もね、じゃあ弁護士に登録されたからといってですね、全然ですね状況は彼らにとって良くなるとは思いません。はっきり言えば実力も内実が伴わないようなですね肩書きをもらってですね、もちろん自立しないと思いますよ。営業なんかできるはずがありませんから、どんどんですね、日本の役所にまた頼ってですね仕事出してくれとか やるに決まってるんですよ。今回ですね、明日発売の週刊誌ね、週刊新潮の方ですけどね、記事が出るようですね。ニューヨークでのね、生活ぶりですね、M 子氏がですね、張り切って、ですね、最近近況ですね、新潮のはよくね、裏も取ってまとめてると思うんで、確かな情報だと思いますけどね、ニューヨークでね、美術館外をしてるという話とかね、一応形の上ではね、これでもね、もう一つ大事な点はね、これ姿見せるっていうのは一つのね、向こうの手ですからね、ちゃんとやってるんだっていう形を整えるんだと思うんですよね。で、一番その上で困っていたのはですね、ともかく弁護士っていうのは登録されてないというとこ困ってたはずなので、そこも埋まったんでね、いよいよやると。で、話が出てるのはですね、引っ越しをするんじゃないかと。どうも今住んでるね、三井不動産の物件ですね、これはまあ家具付きのですね高級マンションですけども、手狭なわけですよね、1LDK ということなので、妊活もしているということなので、引っ越しを考えていると。でただ今回ですね、明日の発売の新潮ですね、ぜひね、ご覧になっていただきたいんですけれども、やっぱり結構ね、地元に世話になってるんですね。ヘルズキッチンでは
これは私も知ってる人がやってるんですけどね、ガーディアンズですか、いわゆる自警団ですね、自警団が相当守っててくれたみたいですね、パトロールを強めてですね、いわゆるデモンストレーションをしてですね、変なことを起こさないように抑止するというような、パトロールなんですけど、それもやっていたということで助けられていたということなんですね。だからいずれにしてもですね、そういう形で、ニューヨークの生活が変化が起こるだろうと、変化の時にまたトラブルが起こるような気がするんですね。合わせてですね、エミア殿下の方もですね、ほっとしたというよりはね、次は佳子さんかと、佳子内親王殿下かということで、いろいろ悩んでるという話、あとですね、この間に、実はね、私ですね、この試験の問題だけにね、皆さんこだわる必要ないと思うんですね。ともかくですね、皆さん私の発信を見てる方はご存知の通りですね、ともかく次から次へと問題が出てくるわけですよね。今はもう大きな問題になりつつあって、ここは火消しをしようとしてるけど、これできないと思います。嵐山、京都嵐山のね、迂回文化の問題で、エミア殿下のですね、最側近の奥野田口氏ですね、山科、4人によって山科鳥類研究所の前所長ですよね。今も研究員、シニアフェローとして在籍されているんですが、あちこちから金を引っ張った証拠が出てきちゃってましてね、一般社団法人の話もあるし、実は今日もですね、関係者といろいろ話してます。あまりにもね、扱ってる資料が多岐にわたっちゃいましてね、もうとんでもないですよ。何しろ、あれでしょ、もうありていにも私はもう、正面から対決するつもりなんで言いますけどね、角川大作市長も出てきちゃってるわけで、彼の人脈のつながりでやっぱりいろいろね、一発儲けようと思ってやった人もいっぱいいるみたいなんですけど、悪いですけどね、名誉毀損でやるならやってほしいんですけど、いかがわしい人間ばっかり、よく周りにいますよね、この市長もね。で、市長だけじゃないんですよ、この社長もですね、前社長、嵐山通船株式会社の前社長です。今の会社は、こうしたですね、市長をはじめですね、奥野田口氏とか、息子の奥野慶太郎とか、こういう人々がもう散らかしに散らかしたですね、悲惨な状況をですね、背負ってですね、なんとか経営を立て直しながら、この嵐山で唯一ですね、になってるですね、迂回の文化をね、続けると、そして観光にとっても大事な屋形船の運営も続けるってことで、本当にですね、努力されてるわけですよ。そして裁判も戦ってるという状況の中でですね、こうした人たちはもうともかくこそ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 逃げてると。なんか初めのうちはですね、どうもね、ちょっとカナエさん出てきますからね、これからね。私が喋るだけ喋ってるけどね。ちょっとカナエさんがね、リサーチしてることがあるんで、いろいろ話をしようと思いますが、ともかくね、びっくりしたのはね、この湯川直樹という社長も、あるいはね、これにまたね、後でね、これの仲間が出てきます。市長とも関係している仲間なんですが、これとんでもない男です。これとんでもない男って今日はっきり言われない実名もね、なんとですね、エミア殿下に関わっちゃった人なんですけどね、新たな人物が出てきましたよ。で、こうした人たちはね、はじめね、エミア殿下のね、意向を書いてですね、裁判にどんどん訴えてたんですよ。やれその文句を言った、批判をしたって言ったらですね、現在の嵐山通船の社長さんをですね、名誉毀損で訴えるところを繰り返したりね。で、もともとこのですね、一味についてる弁護士も会社の弁護士だったそうなんですよ。それが裏切ってですね、金取り虫の方についちゃってるということなんですよね。体たらくですよね。リーガルマインドのないね。多分あれだよね、経験息子とどっこいなんじゃないの、そういうリーガルマインドという面ではね。税理士も。税理士もくっついたわけだね。細かく知ってるんで、金井さんはね、補足してくれるんですけどね、いいと思うんですけど、そういうことでね、ひどい状況が続いてる、ということで、今日はね、サムネイルでどんなこと書いたっけ、意味はもちろんですよ。朝青龍と。朝青龍の話が出てくるんだよね。朝青龍が悪いことしたっていう話じゃないですよ。そう。朝青龍のところに来る人はいかがわしいっていう話になるかもしれない。それでね、ありてに言うけど、キーコさんにね、しとるかい。
そうそうそう、キリコさんにお土産として前社長が持ってった染め物の、うん、染め物あのストールって断定はできない、できないよね、価格帯から言えばストールじゃないかって言われてるんだけど、その京都で嵐山で染め物をしている奥田雄斎っていう人、奥田雄斎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 、えー、顔見せますね、この人、このおじさん、なんか怪しいよな、サムネイルに載っけたんだよね、それ、そう、朝青龍と一緒に組んでるんですね、あー、この人ね、すごいな、これ、で、うん、でこの人ね、何かっていうとね、古代の染め物を再現したんですって、うん、やり方を、うん、で、天皇陛下しか身につけることができない、うん、これこれ、香炉膳っていう色があるじゃないですか、うんうん、それをなんか再現して自分で染めることができるようになったっていうんですよね、うんうん、でこの人がやるやり方っていうのは香炉膳ね、そうそうそう、色がね光を当てることによって変わるんですって、うんうん、そういうすごいやつを編み出してっていうか再現して、うん、本人の言うことには、うん、夢香炉膳っていう、うんうん、染め物屋さんをやって、話これは私が作ってんだけど、うん、書いたんだけど、ね、うん、話さ、どんどん進んじゃうけど、さっきの写真出してくれ、もう一度。さっきのおっさんの写真。うん、おっさんって言うよ。これはね、さっきの写真出ないの、さっきの写真出ない。これ、ん、あのね、立ったか進めでね、こういう写真もね、味わった方がいいと思うんだよ。なんか揺れててちゃんと落ち着いて見れないよ。いや、したらね、ちょっと待って。ちょっと待って。これね、手持ってたらね、これぐらい下げて、うん、みんな酔っ払っちゃうよ、うん、どうしたらいいかな、 こうするか、これだって、うん、で見えないから、これ、うん、どれを見せる、あのおっさんの写真、最初の非常に重要な情報出てんだよ、これ一番上のこれ大きくしてよ、これ大きくしてるよ、あ、そっち、タイムラグ、タイムラグあんの、うん、これね、あの肩見てくださいね、奥田雄斎って書いてあるでしょ、でこれね、この字見てください、これね、あの日本のサイトじゃないから、だから知ってるから、だから言ってるんじゃない、だそれをね教えようと思ってんだからもう私たちねちょっとね打ち合わせが足りないんですよ、うん、足りないもそうだけどね、いいですか、なんで中国のサイトなのかっていうことを一つ皆さん考えてください、あのね言うんじゃなくて考えてください、これ、それともう一つここに書いてあるでしょ、赤いので囲ってある日本国宝級あの染めで、下のこれ簡体字分かんないね、今ね。要するに職人って書いたんだよね。染色職人って書いたんだよね。中国語で言うとこのね。旧もこれ簡体字だよね。でね、この人ね、自称で国宝って言ってんの？人間国宝。あの人間国宝は自称、この人は言ってない。言ってない。ただあれと一緒ですよ。ケケタの神の卵。うん。うん、ああ真の卵と同じで、ね、検索すると、うん、人間国宝的な感じでサイトに上がってくる、うん、ところがこれ人間国宝じゃないですから、この人全く全く違いますから、人間国宝っていうのはちゃんとね、全然文化庁が管轄してやるもんだけど、彼は全然人間国宝でもなんでもない、有名でもなんでもない、うん、有名でもないし、嵐山では嫌われてる、逆には商品も安い、うん、でね、ところがこういうものを売ってチャイナに出してるってことをよく想像してください、要するにね、中国で、京都観光の一つのなんていうかな、水先案内人みたいな役割でね、宣伝に使われてるんですよ、チャイナの方で。でそういう人間であるということなんですね。でそんな人間ね、はっきり言うとですね、いかがわしい人間が作ったものをお土産であげたんですよ。そうそう、うん、非常にこれ重大なことですよ、うん、なんか変なですね、正体もわからないようなね、人のですね、作品をね、持ってったわけ。で、あの社長ね、うん、なんつったっけ、あいつ。湯川なとか。ちょっと皆さんね、今、一気にね、夫さん喋るから、わからなくなってるみたいなんですけれども、湯川直樹のところで、仲良くしていた染め物屋、嵐山のところでやってるね。うんうん、嵐山の染め物屋、ね。して、全然国内では有名じゃないし、うん、自分ではいろいろ偉そうなこと言ってるんだけれども、全然売れてないんですよ。うんうんうん、その人がなぜか中国に行くと、検索するといっぱい名前が出てくるんです。うんうん、
でその時に必ずって言っていいほど人間国宝的な扱いをされていて、こんな感じで人間国宝って字もはっきり出てくるものも多い、うん、ね、京都村ってのもできてるんだよね、中国で、京都っていうものは日本の象徴だっていうことでね、観光資源としてやってて、そういう仕事をね彼がやってて、しかもホテル作るんでしょ、向こうで順番にね、うん、そして、うん、でこれよく見てくださいね、うん、夢香炉禅って自分で呼んでるんですよ、うん、して香炉禅っていうのはこれは天皇陛下がしか着れない色のことでしょ、うんうんうん、でこれね、夢香炉禅、ちょっとこれ見せてあげようか、うんうん、いろいろあるね、これ娘さん、娘さんが宣伝してるんです、湯川さん、湯川社長の娘、そうそうそう、夢香炉禅それぞれの着物を組み合わされている方の先生のお着物をさせていただいております。被害によってお着物の色が変わるので、ちょっとぜひ私この後披露すると思うので、ちょっとお着物のお色味にもちょっと向けていただけたらなと思います。あ、これね、これ、まあ、一言しますと、私も SNS で広げたり、ですね、日の絵馬女ゆるゆくチャンネルのショートでも流れてますが、奥野拓司氏が怪しげなメールを送った相手ですよ。湯川靖子さん。靖子さんね、タレントを目指している方ですね。で、もともとは嵐山通船の事務員をしていたり、この奥野拓司氏や、湯川直樹氏やなんかがですね、京都市長の門川大輔氏の後押しを受けながら作った一般社団法人、嵐山鵜飼観光文化振興協会っていうですね、これ、一瞬でなくなっちゃうような会ですけどね、これのですね、事務員もやっていたというような人物です、これもね、だからね、ドロ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 してるんですよね。でもちろんですね、このさっき言った職人ですね、これはあれだよね、チャイナでは結構やっていて、なんかでも市長とは絡んでんの、絡んでないの、まだ今のところそういうのは出てこないの、この市長仲良しですよ、市長門川市長と とっても仲良し、うん、とっても仲良しな証拠があったでしょ。一般社団法人のメンバーではないんだけれども、うん、湯川社長と門川、うん、市長との、うん、スリーコンビなんですよ。あ、スリーコンビになってるね、うん、スリーコンビ、うん、いや普段連絡取り合ってるわけね、普段連絡取り合ってる、なんかでもこれはいかがわしい人とよく付き合ってるよね、あの門川市長もね、うん、それでいてでもことが起きると知らんぷりだわね、そうそうそう、うん、たまらんですね。